ファルフシアルは、ムガル帝国の第9代君主、シャー・ファルフシアルとも呼ばれる。父は、第7代君主バハードルシャー一世の次男アズイム・ウッシャーン。母は、アーサフハーンの娘サー・ヒバ・ニズワーン。1713年、ファルフシアルは、サイード兄弟の支持を受けて、ジャハンダールシャーを倒し、玉座を継承した。彼は、政治的判断を兄弟に左右され、 皇帝としての力量を十分に発揮できなかった。これより皇帝は有名無実と化した。1719年2月、カルフシアルはサイード兄弟の陰謀で敗位、滅ぶしの上で遊兵され、完全に宮廷を牛耳るようになった彼らはラフィー・ウッタ・ラジャートを公認とした。敗位された後、カルフシアルは逃亡しようとしたために、締め殺されてしまう。 ファルフシアル1685年8月20日、ファルフシアルは、バハードゥルシャー一世の次男アズイームシャーンの次男として生まれた。ファルフシアルの父、アズイームシャーンは、ベンガル大使として、ベンガルを統治していた。だが、1712年2月に、皇帝バハードゥルシャー一世が死んだことで、皇位継承戦争に参加していたが、3月に、兄のジャハアンダーアルシャーに殺された。 維持であるファルフシアルは、ベンガルに一人残されたものの、ジャハンダールシャーは定位についた後、堕落した生活を送るようになり、デリーの宮廷はすっかり乱れてしまった。ファルフシアルは、こうしたデリーの状況を見逃さず、同年4月17日に彼は、ベンガルのパトナで定位を宣言し、ジャハンダールシャーとの対決姿勢を見せた。ファルフシアルは、 ジャハンダール・シャーの軍と戦うため、ベンガルにおいて軍を招集し始めたが、彼は、サイード兄弟とも手を結ぶことにした。サイード兄弟とは、アラー・ハーバード大主、サイード・アブドゥラー・ハーン、ビハール大主、サイード・フサイン・アリー・ハーンの二人の兄弟のことである。同年末に、ファルフシアルがデリーに向けて進軍する中、ジャハンダール・シャーも、大軍をもって迎撃し、 翌1713年1月10日にアーグラ付近サムーガルで退治した。この戦いについて、ハーフィー・ハーンはその状況を電気で、階級の皇帝を問わず、あらゆる軍人はファルフシアルの勝利に希望を見出したと述べている。事実、皇帝軍は士気が衰えており、分裂状態であり、一日で三者連合軍に簡単に打ち破られ、ジャハンダールシャーは捕らえられた。 1> 翌1月11日に、ファルフシアルは、アーグラで、即位式を挙行し、ムガル帝国の皇帝となった。2月には、ジャハンダール・シャーを、ズルフィカール・ハーンと共に処刑し、大勢のミコラを盲目にして遊兵した。ファルフシアルとフサイン・アリーハーン・ムガル帝国の皇帝となったファルフシアルは、即位後すぐに、サイード兄弟の協力に対し報い、アブズラ・ハーンを最小と、 財務大臣に、フサインアリーハーンを軍務大臣にそれぞれ任じただが、ハーフィーハーンは、この任命をファルフシアルの最も大きな失策とだと語っている。なぜなら、これらの職に任命されたかつての人物は、大変責任のある要職で、かつての王たちが、その高い地位を授けたのは、賢明かつ高潔な人物で、驚くほど忍耐強く、豊富な経験を持ち、 その資質が長い経験によって試された人物であったからである。ファルフシアル即位後、サイード兄弟は皇帝の即位に反対した貴族たち大量に虐殺するなど宮廷の分裂を招くことを平気でした。同年、デカン地方のマラーター王国では、バーラージー・ビシュワナートがマラーター王国の最小となり、マラーターがさらに構成を強めてきた。パンジャーブでは、 宿教徒の反乱が続き、1716年1月に帝国が反乱指導者バンダーシングを処刑した後も、同地では反乱が収まらず、ムガル帝国はパンジャーブの支配権を失いつつあった。また、デリー近くのアグラでは、ジャート族たちがバラトップルに独自の政権を持ち、ムガル帝国に対して反乱を継続した。 帝国はこれら反乱軍を金で抱き込もうとしたが、広範囲に及ぶ基金が発生して歳入が急激に減少し、帝国は必要な費用すら払えなくなっていた。ファルフシアル・ファルフシアルがベンガルを離れたことで、父の補佐だったムルシドクリーハーンは、反独立の立場を取ることができ、1717 17年に、ファルフシアルは彼を正式に、ベンガル大使に任命した。18世紀初頭に、 アウラングゼーブが死ぬと、ベンガル地方では、イギリスとフランスが、それぞれの拠点を中心にしのぎを削っていた。カルカッタを拠点していた、イギリス東インド会社は、勢力の拡大を狙い、同年4月に、ファルフシアルから自国に、有利な直上を出させた。その直上の内容とは、関税の免除特権であり、船によって国に輸入され、もしくは、 国から輸出される品物について、会社の封印のある許可状を提示したもののみ関税を免除されるというものだった。この時与えられた免除特権では、イギリス東インド会社は、関税なしで自由に物産を輸出入することができ、こうした物産の移動に対するスタックと呼ばれる自由通貫権する権利も与えられていた。この免除特権は、対処の税収の減少を意味し、 また自由通関権を発行する権利は、会社社員が、死亡液の税を免除するのに利用され、以降大使らとの摩擦につながった。また、後に、イギリスが勢力を増長すると、彼らはこれに記された権利を広く解釈し、すべての死亡液と、広範な品物の取引が無税であると主張するようになったと考えるようになった。ファルフシアル七百十八年九月。 ファルフシアルはついにサイード兄弟らに我慢ができなくなり、軍務大臣フサイン・アリー・ハーンに宮廷に出資するよう命じた。この時、フサイン・アリー・ハーンは、デカン総督としてに、デカン地方に長期の軍事遠征で滞在していたが、11月に、一マステートに戻ることにした。フサイン・アリー・ハーンは、この命令に危機を感じており、帰還した後、デリー近郊に陣を設け、彼は、 人中で何度も、もはや自分は皇帝の家臣はないと何度も言ったとされる。また、彼はこの時反逆を明らかにするため、自身の太鼓を創造しく叩かせた。家臣の太鼓を皇帝の居城の近くで叩かせるのは、著しく規律に違反する行為であった。こうして、同年2月28日に、フサイン・アリー・ハーンは、兄、アブドゥラー・ハーンと合流した後、 デリー城を制圧し、皇帝、ファルフシアルと面会した。アブドゥラー・ハーンは、面会時、皇帝、ファルフシアルにこう言い放った。そして、彼らは、帝国のあらゆる感触を要求し、ファルフシアルは恐ろしくなり、ハーレムへと逃げ込んだ。サイード兄弟は追いかけ、屋上の隅に隠れていた皇帝を引きずり出し、敗位した後盲目にして、デリー城で遊兵した。 サイード兄弟は、ファルフシアルを排位した日、新たな皇帝にファルフシアルのいとこであり、バハードルシャー一世の産卵ラフィー・ウッシャーンの息子、ラフィー・ウッタ・ラジャーとを即位させた。ファルフシアルは、排位された後、脱出計画が発覚したため、4月29日に、サイード兄弟の命によりレリー城で殺された。ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P251、ロビンソン。 ムガル皇帝歴代史、p 二百五十一 a b c d e f デリー十一ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、p 二百五十一 a b c d e f ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、p 二百四十九ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、p 二百四十八 a b c ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、p 二百五十 a b c d e f g h i j ロビンソン、 ムガル皇帝歴代史、P251AB 堀口、世界歴史創書バングラデシュの歴史、P92AB チャンドラ、近代インドの歴史、PP61 から62、チャンドラ、近代インドの歴史、P62、オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P213、チャンドラ、近代インドの歴史、P30、 ありがとうございます。